本日、役員会、そして持ち回りの常任幹事会におきまして、18日告示、7月の5日投票を迎えます静岡の知事選挙におきまして、民主党としては川勝平太さんの推薦を決定をいたしたところでございます。大変に推薦の決定が遅れ、あさってから選挙だという状況でございますが、民主党党本部といたしましてもできる限り総動員いたしまして、この選挙に勝利をすると、おかげさまで名古屋の市長選から始まりまして、埼玉の市長選挙、そしてつい先日は千葉の市長選挙におきまして民主党の候補が勝利をいたしました。いわゆる古い体制を打ち破って新しい政治を作ると、地域主権という発想をそれぞれの地域において民主党の候補者の勝利によりまして実現をすることが一歩一歩近づいております。党といたしましても全力を挙げて静岡の知事選に勝利をいたし、静岡においても新しい流れを切り開いてまいりたいと、そのように感じているところであります。私からは以上1点だけ申し上げます。